開け、よっしゃー、綺麗ですね、海越し島の真鯛は。史上最強最軽量ミガルグレ、細くて強い、その名はヘラリグレ。はい、おはようございます。大名原スタッフ豊村です。本日私は、こちら、福岡県宗像市の、宗像大島の方に来ております。そしてこの宗像大島といえば、海越し島さんのこのね、海上釣堀ですね。今日この福岡唯一の海上釣堀で、このね、本当に2月の厳しい時に、まあ、この海上釣堀しかないかなと思いまして、今日やってきました。まあ、どんな釣りになるか、いろいろちょっと餌も変えてやってみたいと思います。本日も一日よろしくお願いします。今日朝一ですね。朝一といえばこの黄色い、これですね、マダイイエロー。こちらから、つけていきたいんですけどもね、ちょっとね、こちら海越し島さんの助言で、通常であれば1個なんですけども、2個つけて大きく、これぐらい、これでなんか大きい方がなんか食いいらしいんで、ちょっとこれで今日朝一やってみたいと思います。どうぞ返してください。さあ、1投目いきます。まあ、手前で、まだ一発も当たらないですね。結構受けがちょんちょんちょんって当たるんですけども、誘ってあげて、なんか棚はどれくらい、まあ、棚が水深5メーターなんですけども、そこから上に40センチぐらい上に上げて釣ってます。まあ、練り餌なんで、まあ、餌持ちいいですし、ちょっと周りに魚がいてないかもわかんないですね。はい、本日使用している仕掛け丼、こちらセットの仕方を、今から説明いたします。まずここにサルカンがあるんですよね。こちらのサルカンを引っ張ってください。まずサルカンを外しちゃいます。そしたらこの輪っかが出てきますんで、こちらにですね、こちらはこの道糸、この道糸を、輪っかを、こちらも輪っかを作りまして、この輪っかを通します。まずこの輪っかと輪っかがつながった状態で、こちらからですね、次にこちらのこの黒い竹
ラスチックがあるんですけども、こちらを外していただいて、はい、こういう状態になりますね。これでまず浮き止めを引っ張ります。だからこちらですね、浮きもろともこちらもずっとこういう感じですね。ここに通していきます。でこちらクッションゴムですね、こちらに本結びをします。まあ結びをしていただいて、これで道糸と浮きのセッティングが完成されまして、そしてですね、まあ、こちら浮き止めが、浮き止め糸ですね、こちらがついてますんで、こちらね、このプラスチックの部分を、取りまして、よいしょ、この浮き止めですね、糸をここまあちょっと軽くキュッとキュッと、でこの長い部分は、このハサミで切っちゃいます。あとはですね、こちら残ってるこちらのサルカンに、こちらね、針とフックドスナップオンリーがついたこの糸付き針があるんで、こちらをですね、こちらに引っ掛けて、よいしょ、はい、これで完成になります。もう本当ね、ものの何分かですぐ仕掛けがセットできて、もう本当解除するよりはね、何時スタートとかっていうのはあの時間がありますんで、現場に行ってもすぐ仕掛けを作って、すぐもうあの準備ができるようになってますんで、ぜひこちらの仕掛けお試しください。はい、今日も私欲張りなんで、こんな餌持ってきました。もう本当にこの海上釣り堀はですね、もう本当にこの餌の、種類に比例した釣果が出るはずなんですけど、まあ、まだ今日ちょっとね、こちら赤い玉と黄色い玉まだ2個しかまだ試してないんですけども、まだまだ引き出しがありますんで、これを引き続きこの渋い時間、これらを使ってちょっと本当に今日の当たり餌を見つけたいと思います。と海郷島さんからの助言で、この黄色い方は結構ばらけるんで、要はこの黄色いの外側にこの中側に入れて、まあ、黄色の方がまあね目立つということで、まあ、黄色でマダイを寄せて赤い方で食わすっていう、外側に黄色にして、まあ、ちょっと針はずっと隠すようにして、はい、あの黒い玉目がけたね、あっ、やっと一発目、面白いなやっぱ。あ、すいません、ありがとうございます。よし、これ取れてきた。はい、一発目まだ来てくれました。まあちょっとね、あのウミングさんの方の助言でちょっと向こうが際の方に投げた方がいいよってことで、手前より向こう側に投げたらすぐ浮きがシュッと沈んでかかってくれました。彼もいい、ちょっとね、かんぬきのところに下ってくれてます。
はい、本日私が使用しているのがこちら、海上釣り堀セットマダイチャレンジです。こちらの仕掛けですね、もう仕掛けが全部浮きまで揃ってまして、かつセット一発で先ほどちょっと私も仕掛けつけるときに説明しましたけども、本当一発で道とにつなげたらもう そのまま、釣りができるような仕掛けとなっております。こちらマダイ用なんですけども、もう一つ種類ですね、こちら青物用もあります。違いというのが浮きの太さで、あとついてる、針ですね、そちらの針数が太いのと、で針もちょっと太くなっています。で私本日こちら、マダイチャレンジ使ってたんですけども、カイワレだけこちらですね、海上釣り堀 1m スナップ付き、マダイ青のこちら使用してました。こちらのね、針がですね、カンヌキマダイっていう針がもう弊社でもよく売れてるマダイ用の針なんですけども、これが糸付きになって発売されまして、こちらこちらの仕掛けにこちらの海上釣り堀 1m の仕掛けを使ってました。こちらですね、針も9号から14号までついてまして、12号に関しては針数5号と6号がございますので、いろいろスペックがございますのでぜひお試しください。はい、こちら海上釣り堀完全パーツセットなんですけども、こちらですね、自分がこだわった浮きを使いたい、他の浮きを使いたい、他の針を使いたいとかいう人にはこちら浮きと針以外の、パーツセットとなってます。でこちらもですね、重りがですね、0号から6号まで、ラインナップ揃ってます。ぜひお試しください。はい、こちらですね、海上釣り堀のパーツとなっております。カラマンストッパー、がっちり浮き止め、浮きクイック、いろいろな種類あるんですけども、こちらですね、この海上釣り堀の仕掛けにこだわった仕掛けを自分で作りたいっていう人にこちらのパーツをね、買っていただいて一から作りたい方にはぜひおすすめです。結構今キワのいい動画入ったんですよね。当たりはもうそうですね、さっきの場合は本当に一瞬パッて沈んで、そこからもうシューッと入りましたね、浮きが。ちょっとでも釣れてるんですけど、ちょっと水温が低いんですかね。まだまだ魚の活性は低いですけど、いいんですよ、本当は。結構もうものの30分から1時間ぐらいずっともう釣れ続けるんですけどね。ちょっと今日気難しいですね、朝。海上釣り堀なんで魚がおるのは間違いないんで、ちょっと沖の方から手前誘いながら魚がいる場所を今探してるんですけど、なかなかの渋さですね。もう予定ではもう5枚ぐらい釣っとくか予定なんですけど、やっぱり2月の海なんですかね。沈黙の時間が続きます。ちょっと足元やってみたいと思います。
海上釣り堀、ね、この風向きとかが変わったりしてもそれで魚の群れが結構その着く場所が変わったりするんで、ね、まあその辺をいろいろ試行錯誤して、まあこの一つのマスなんですけどね、いろいろ奥が深い釣りですね、この海上釣り堀っていうのは。まあそうですね、まあ本当にこの釣りはやっぱり大事なことといえばもう棚ですよね。棚がちょっとでももう5センチ10センチずれただけで全く釣れなくなるんで、その辺のやっぱ棚合わせっていうのがやっぱ一番重要になりますね。だ結構ね結構浮きね投げたりして結構浮き止めとか糸が結構ずれたりするんで、その辺本当はもうこまめにそこを取ってまた棚をレンジを合わせた方、ほんとそのこまめさが多分この釣果にもつながりますね。棚と餌ですね、本当に。そうですね、もうあとは本当にハリスを細くするか太くするか、結構まあ青のメインであればね結構太い15ぐらい15、12号とかのハリス使うんですけど、まあマダイであればもう3号とか4号でその辺ぐらいですかね、仕掛けの近いというのは。あとやっぱ浮きがね結構マダイで結構渋った時やったら細い浮き使ったり、今ちょっと私ねあのセット一発マダイチャレンジっていう仕掛け使ってるんですけども、これにまあ使ってる浮きが若干細めで、はい、アーモンドの方またすごい太いんで、まあ、アーモンドの方はもう極端にガッともう当たりが明確に出るんで、まあ、太くても、まあ、当たりが出るんで、まあ、その辺ですかね。寄ってるね、ちょっとホールタイムがあったんでそちらに。しますね、もう釣られて今その辺に固まってるはずなんですけどね。今度はちょっと中にむき身を入れてみようと思います。当たりましたね。ちょっともう青虫は切らずにそのままですね、頭から。もうただしいっぱい作ってこれで誘いをかけてやってみたいと思います。青虫もあかんか。ちょっとバン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 餌のローテーションしていきます。じゃあちょっとキビナゴ、キビナゴも僕はもうちょい掛けで目ん玉のことですね、これだけで。よいしょ、ちょっとさっき手前の方当たったんで、
一応メインはマダイで青物、まあ、ヤズですね。で、シマアジ、これが三本柱になってるみたいですね。はい、シマアジ、まあ一番ね、海上釣りでは一番当たりって言われてる魚ですね、シマアジが。結構皆さんやっぱりシマアジ目当てに来てる人が大半いてるみたいで、シマアジも皆さんも何本でも持って帰るみたいですね、やっぱり。ちょっとささみで、もうちょっと一回一回ちょっとローテーションしようと思います。まだ次は練り餌に戻してみます。当たってますね。当たってるけど、あ、当たってるね。なんやろうな。さあ行きます。ちょっとその角行ってみましょうか。おお、来たよ。よっしゃー、あー活性上がってきましたね。ちょっと今日は団子がいいんで、よし、ちょっと今活性高くなってますんでやっちゃいます。その角がいいですね、やっぱり。オッケー、よっしゃー、いい方ですね、いい方です。元気ですね。よし、よいしょ、やりました。いいとこかかってますね、缶抜きにズバッと。まさしく針が缶抜きマダイなんで。さあ行きます。ちょっと今度はこれ赤玉一つ、影ですね、日中は。よっしゃー、今よヒットのマダイくんです。やりました。もうちょっとフェリーの時間が来ましたんで、どうにか最後にトントントンって
釣れてくれたんで、まあ、よかったです。まあ、本当海越しもよく釣れますね。いやありがとう。綺麗ですね、海越しのマダイは。はい、お疲れ様でした。今日初海越大島、ちょっと前半渋かったんですけども、どうにか後半立て直せまして、連チャンでヒットしてどうにか締めくくれたんですけども、そんな海越大島、今日ちょっとこのエンディングに、海越大島現場主任遠藤さんに、来ていただいております。はい、どうもこんにちは。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。今日本当一日、あの遠藤さん、こちら海越大島ですね、はい、まあ、一つ魅力って何でしょうかね。あ、そうですね、はい、まあ、すごくあのがっしりしたあの安全な釣り堀 で、今日もあの、うん、お一人いらっしゃいましたけど、はい、車椅子でも利用できる、はい、安全な釣り堀です、ね、そうですよね。それとあと、うん、まあ、比較的低料金でというところですかね、はい、ですよね、はい。もう本当にもう私もね、今日ちょっとね波あるんですけどもね、しっかり、した足場だったんでね、本当に、気持ちよく安心して釣りもできました。あの結構魚っていうのは、はい、まあ、メインがマダイ、青物、シマアジですかね。そうですね。他とかも入ってるんですかね。ね、大体もその3種類がメイン、はい、ほとんどですね。あですか。はい、はい、本当ね、もうマダイも活性高く、ね、最後の方にはまあ、どうちょっと今日もね遠藤さんにいろいろアドバイスいただいて、はい、あの餌の付け方とかちょっと教えてもらって、はい、まあ、どうにか本当にいい撮影になりました。ありがとうございました。また来年もぜひちょっと、はい、よろしくお願いいたします。ね、こちらね海越大島、佐賀の方からだったら車でだいたい1時間半、ね、もう手軽なところになってまして、まあ、あの本当に手ぶらで来られてもいろいろ用意されてますんで、ぜひこちら海越大島の方に来てください。それでは一日どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。一本の鋼から釣り針を作り出す、半世紀以上も前から魚と人をつなぐため、針にかける熱き思い、パーフェクションインフックスオーナー。